ノースベリック線は、イギリス、スコットランドのエディンバラとノースベリックを結ぶ、鉄道路線である。ドレムまでの区間は、イーストコースト本線上を走行し、ロンドンノースイースタン鉄道列車と線路を共有しており、ドレムで北側に分岐する。ネットワークレールの区分上は、以下の2路線の一部、または全部で構成される。列車は2020年現在アベリオ。 スコットレールによって運行されている。また、交流 25KV で電化されている。ほとんどの列車は、ノースベリックエディンバラウェイバリー間で完結するが、ピーク時において一つ先のヘイマーケットまで直通する。列車があるほか、毎日2本が、グラスゴーセントラルを経由してエアまで直通する。おおむねピーク時と土曜日が30分ごと、平日オフピークと日曜日が1時間ごとの、 運行である。スコットレールはこの他に、エディンバラから東に向かう列車として、イーストコースと本線ダンバーまでの列車を2010年5月から運行している。これらの列車は2時間ごとに運行され、当初は途中駅をすべて通過していたが、2011年より、マッセルバラに一部列車が停車するようになった。2011年6月以来、380系、デジロが使用されている。 なおそれまで6年間使用されてきた322型は、同年8月に運行を終え、ノーザンレールのウェイクフィールド線に転属した。2012年12月にダンバー業の列車が土曜、日日中にも運行されるようになるとこれらの列車に170、経営、ターボスターが用いられるようになったが、2015年9月には、ボーダーズレールウェイの開業に伴い158型に、 置き換えられた。2017年12月には土曜日のダンバー行列車に380型が導入され、翌2018年12月に385型に置き換えられた。スコットレールの電車不足によりピーク時の列車を中心にノースベリック線にも170型が用いられる。2018年9月には385型が導入された。 これらは3両編成2本をつないだ形で運用され、380型は2019年末に、グラス号発着のエアシャー及びインバークライドロー線へ転属する予定である。また、配置本数増により、機動車の使用は減少するとされている。現在のノースベリック線は、イーストコースト本線区間が、ノースブリティッシュ鉄道の本線として1846年に、ドレム、 ノースベリックが、同社のノースベリック支線として1849年から1850年にかけて開通した。電化は、イーストコースト本線全線電化の翌年である1991年になされている。ありがとうございます。